はいどうも、うぬへいです。ワンダーフェスティバル2022サマーに行ってまいりました。7月24日の日曜日の10時から17時の間にね、開催されておりました。場所は幕張メッセ国際展示場で開催されました。めちゃくちゃね、いい天気でした。とにかく暑かったです。で、なぜこのイベントに行ってきたかというと、メダロットのフィギュアのね、展示と販売があるからなんですよね。ディーラーの方からワンダーフェスティバル実行委員会様を通じて当日半径申請というものをいただいて、内容を拝見してイマジニアが OK を出したよというね、正式な許諾を受けたものが展示販売されるというね、イベントでございます。大体年に2回くらい開催されているんですが、最近はね、コロナの影響もありなかなか難しかったんですけれども、今回は無事開催されました。本当に良かったです。それでは早速メダロットを展示いただいたディーラーの皆さんのブースを紹介していきたいと思います。まず最初にお伺いしたのがサンファクトリーさんでございます。メダロットSで初登場したシュシュポップ、そしてね、メダロットナビのブラックレスタとサイズカッターを展示いただいておりました。シュシュポップはちょっと小さめの大きさなのですが、細部までね、こだわりのある可愛い作りでございます。そしてメダロットSには未登場のサイズカッター、こちらカマクリ型メダロットしっくりカッターのね、後継機でございます。さらに同じくメダロットSには未登場のブラックレスター、こちらゴキブリ型、そして女性型というね、意外性はありながらもデザインがめちゃくちゃかっこいい機体でございます。そして次にお伺いしたのがザ・タイフーンさんでございます。12分の1サイズの可動メダロットフィギュアということでね、バンダイさんのシリーズともサイズ感が揃ったフィギュアを展示していただいておりました。まずはね、ブリキオがいました。メダロットですよね、一番倒されてるんじゃないかなっていうね、メダロットがね、立体化されております。かわいい。そして目を光らせて方向するのはメダロット1のビーストマスター、迫力満点。スパゲティのね、躍動感も最高ですね。さらには大ボリュームのデスプロビデンスでございます。メダロット8から登場している機体はね、動けるのかというくらいの重装備でございました。そして次にお伺いしたのは無敵ボイラーさんでございます。ブレザーメイツの展示品なんですけど、なんとね、大きさは3分の1スケールということで、めちゃくちゃでかいです。出力だけでね、10日間近くかかるということでね、まあ気合と根性を感じました。メダロットナビのヒロイン機体、見た目もね、とっても可愛く人気の機体でございます。そして次にお伺いしたのはゲニートラガーさんでございます。クロスメサイヤ君のディフォルムフィギュアとカンタロスでございます。クロスメサイヤのディフォルムフィギュアは昔ね、こんな形のキーチェーンがメダロットにありまして、それをモチーフにしているのかなというふうに思います。そしてカンタロス君はポーズをとっていて可愛いです。メダロットリンタロね、パートナー機体でございます。そして次にお伺いしたのが崖っぷち企画さんでございます。展示されていたのはナビコミューンでございます。メダロットナビ本当に人気ですね。こちらもメダロットナビの象徴的な機体でもあるナビコちゃんでございます。違う機体のように見えて、同じ機体がメダチェンジしてね、頭身が伸びるという面白い機体でございます。みんな大好きナビコちゃん、メダロット S に登場する日は来るのでしょうか。はい、そして次にお伺いしたのが消し墨工房さんでございます。メダロット2から登場している重量級の KBT、ベイヤニット、さすがの大迫力。そしてゼーゲホルン、格闘が得意なね、KBT ということで、メダロット8から活躍している人気の機体でございます。そしてゼーゲホルンがいるならば、と射撃が得意な KWG、ヒルシュ系ファでございます。どちらもね、チュガ先生の素敵なデザインでございます。そして次にお伺いしたのが秘密研究所さんでございます。またまたメダロットナビ最初にパートナーとなるウィンドクラップくんでございます。メダロット S でもね、とっても頼りになる相棒でございます。同じくメダロットナビからシルバリオン、ライバルのね、シデンくんの愛機アシュトンの後継機でございます。そして最後はマハマシュ。先ほどね、カンタロスとライバル関係にある機体でございます。素早く動いて切り刻む、かっこいいでございます。はい、そして次にお伺いしたのは国分寺美食クラブさんでございます。メダロットナビのアシュトン君がここにいます。試練のアイキメダロット S でも活躍しております。そしてメダロットナビの主人公機体のグランビートル、天に突き立つね、胸のパーツがかっこいいです。藤岡健貴先生の素敵なデザインが光ります。そして同じくメダロットナビの主人公機体のソニックスタック、見た目からわかるスタイリッシュな戦闘スタイル、最高にかっこいいです。そして次にお伺いしたのがポコファクトリーさんでございます。今回初出展というねことなんですけど、めちゃくちゃかっこいいブロッソメールが鎮座されておりました。手前に置いてあるのは差し替えパーツということで、頑固がね、光っている様も再現できるとか、メタリックな塗装が最高に活かしておりまして、ブロッソメールの迫力とね、可愛らしさを見事に再現しておりました。そして最後はスカーレットラインファクトリーさんでございます。メダロット2からホッピンスターが登場です。ロールスターくんの後継機、この子もね、すごくかっこいいですよね。そしてメダロットナビのソニックスタック、後継機のルミナスタックでございます。これね、すごいな、自立しているところですよね。こんな大きなパーツで自立するとはさすがです。差し替えで変形もできるようになってます。でかい。
以上メダロットのブース紹介でした。はい、ということでね、今回は10ブース出展いただいておりまして、すべてのブースにご挨拶に伺うことができました。メダロットはね、シリーズ累計で1000種類以上すでに登場しておりますので、全機体を立体化するっていうのはね、なかなか難しいのかなというふうに思ってます。こういったね、ディーラーの方のおかげで立体化された姿を見ることができるのはね、個人的にとてもね、楽しんでね、毎回楽しみにしております。皆さんも興味がありましたら、次回の冬のイベントにはね、足を運ばれてみてはいかがでしょうか。ディーラーデビューもね、大歓迎でございます。それでは本日はワンダーフェスティバル2022サマーにね、行ってきましたということでございました。以上です。ロボトルファイト。